よーお尻プリプリあーということで今回はお尻がプリプリになるクソゲームやっていきたいと思います。このゲームはゆきなちゃんが YouTube を見ていたら広告で流れてきたクソゲームなので、このクソゲームやっていきたいと思います。そしてね、ゆきなちゃんがね説明する前にね、この動画を見てどういうゲームかっていうのをね皆さんに理解してほしいので一回プレイしてみましょう。ね、こんな感じでね、このね、バスケットボール、お、こんな感じ、プリプリなんだよ、お尻が。で、こんな感じでね、プレイしていって、お尻をプリプリにしていくゲームなんだけど、なんでこれをこんなクソゲームゆきなちゃんが実況してるかって言ったら、なんかね、お金を払ったら、なんかアダルトモードにできるんだよね、このゲーム。アダルトモードのゆきなちゃんのお尻プリプリ、カゴー見せたいから、アダルトモードで皆さんにね、ゆきなちゃんのプリプリをね、見していきたいと思います。面白すぎでしょ。なんだよ、アダルトモードって思わないみんな。で、今、ゆきだらちゃんが持っているやつが、このおっさんと、このアフロ兄ちゃんぐらいで、この、ADS って書いてあるのが多分、アダルトスキンなんだよね。ちょっとアダルトスキン見ていきたいと思います。頼む、詐欺じゃないことを祈る。詐欺だったら私、本当に許さないからね、このゲーム。頼むよ。詐欺じゃねえだろうな、これ頼むから。さあ、購入が完了しました、ポチ。購入に成功しました。え、終わり?何 ADS モードって。これ完全にやってるよね。なんかスキンがもらえるのかと思ったら全然そんなことないやんけ。なあ、本当にこれどういうこと?みんな。私、アダルトモードでやりたかったのに。全然違う。大人のこのアフロ、あ、こっちか。アフロ兄ちゃんで私プリしてんだけど。私、ロケロしね。私のプリプリお姉ちゃんのスキンはどこに行ったの?私、プリプリでやりたかったのに、プリプリでやりたかった。これ、どうやったら私プリプリモードになれるのこれ。本当にわかんない。これ?ミステリーギフト?これかな?ちげえのかよ。こんなんなかったよね、でも。ストア?これレジェンドってやつをアンロックしないといけないのかな?うわ、そんな感じがするな。レジェンドに行くのに8500コインいんのか。8500コインこれ課金することはできないの?ねえ。じゃあ、私ちょ、課金してさ、お姉ちゃんのプリプリお尻が見たいんだけど、こんなクソゲームやってる暇ないんだけど、私。早く見せてよ、プリプリお姉ちゃん。私400円課金したのにもみんなこんなやっちゃいけないよ、本当に。課金ってこんな感じだからね、みんな。こんなんに課金しようと思っちゃダメ。もし課金したくなったらゆきだちゃんにね、コメントちょうだい。ゆきだちゃんこのゲーム課金してみたいんですけど、どんな感じかゆきだちゃんが課金してみてくださいって、そういうコメントがあったら、おーいいねーだなー、うまいよ。こういうゲームめちゃめちゃうまいから。このケイトとか使ってみたいもん、私も。かなーで、ミスター。こんなお姉さん使えたらいいよ、お前のプリプリのお尻見せなくても。ここあ、ミスった。スキンを試す、これかな、スペシャルオファー。お、いいね。あ、いいね。お、いいね。これが見たかった、これが見たかった。お姉さんのプリプリなお尻が見たかったね、私も。ここじゃない。お、いいよ、うまいんじゃない。これもこっちじゃない。いたお姉さん、いた。お姉さん大丈夫そう。あなた弱い系 YouTuber さては。いや、こいつ負ける。で、こっち側行って、お姉さんのプリプリだったら私勝てれないんだけど、これ。ガガ7倍。あ、バイーン。倍率もそんなに出ない。クソゲーじゃない、やっぱりこれ。私、このスキンはいかがですか。入手続行。これ入手した、私。あれ、レジェンド。これレジェンドなんだ。やった、レジェンドスキンゲットした、私。ちょっとこのレジェンドお姉さん、私、ティーバッグとかが見たいんだけど、普通に。ないの、ティーバッグって。ティーバッグとかあったら私、全然課金しちゃうよ。ねえ、ニンテンドーさん。これ、ドローン使うやつだ。なんだこれ、ほんとに。もう、みんななんかさ、おもろいゲームあったら、ゆきだちゃんに教えてよ。バンバン課金しちゃうから、こういうの。可愛いお姉さん系でお願いね。おっさんが裸になるよとか、そういうのマジ興味ないから、お姉さん系のね、やつがあったら、ね、ぜひお願いします。ガガー!やべ、ミスった。これ、めっちゃ飛んだら、レジェンドスキンの力出るよ。そんなことないんだよね。さあ、アメフト選手ゲットした。こいつはいいよ。踊ってじゃねえよ、ブス。お前になったじゃねえかよ。私、お姉さんでやりたかったのに。まあ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 、
こいつもさ相当強いんじゃない。それかこいつもしかしたら女性かもしれない。このアメフト選手17番背負ってるし、17はまあ、カジノの一番真ん中の数字だから結構縁起がいいっちゃ縁起がいい。さあこっち側行きます。ちょっとこれなんかね、あのコロナウイルスみたいなやつがいるんで、そこはね、負け？ Why？ ダメ、私はこのレジェンドを使わないとやっぱり勝てない気がする。私コイン課金してんだけど、シンプルに課金してレジェンド回してさ、ティーバック姉ちゃんゲットしたいんだけど。ティーバックが欲しい。私ティーバックが好き。お母さんティーバック買って、私ののび太さんに自慢してやるわ。じゃねえよマジで。はい、ここてかさ、こういうゲームってさ、ここが剥がされるのかな。剥がされないよね、さすがに。だって YouTube の運営さんがこれ剥がすってことは、広告で見たからな、私これ YouTube だ、カカ。ってことは広告主もダメだよね、あなたのクライアントさん。おい、強えな、この姉ちゃん。ぽい。うまいね、私。ぽい。いいね。最高だね。ぽい。ぽい。これ8000まで行くのにいくらかかるんだろう。いや、私めちゃめちゃあのティーバッグ欲しいな。なんかさ、広告で見た時はティーバッグだったのよ。だから、うわ、これめっちゃおもろいやんと思ったら、アダルトスキンがあったから、これ課金したらワンチャンアダルティングモードになれるんじゃねえと思ったら、全然そんなことないっていうね。クソゲーだわ、やっぱり。あ、ポイーンじゃねえよ、ほんと。でもちょっとおもろいからやっちゃうんだよね、こういうゲーム。え、わかる？みんな。こういうクソゲームってさ、なんかやっちゃわない？面白くないのはわかるんだけど、なんか3日ぐらいやっちゃうんだよね。まあ、その名残よ、私も。私もその名残でやっちゃってるから。お、次、女の子っぽい。あ、私気づいたわ。アダルトモードじゃなくて、これ広告がなくなってるだけじゃね？私広告一切見てないもん。あのアダルトモード解禁してから。え、そういうことなの？あの ADS ってどういう意味なん一体じゃあ。私アダルトスキンのことだと思ってたんだけど、そういうことじゃないのかな？え、これ私のさ、色欲が何先般したの。難しいな言葉。スキンを試す気だ。これ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 、こういうの待ってたのよ私も。あ、そう、このプリケツが見たかった。私はそうそう、これ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 、あ、いいねいいねいいね、これ楽しい、これ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 がやりたかったんだよ私は。おお、姉さんたちが踊ってるね。そう、このプリケツを拝みたかったのよ私は。あ、よかった、 ADS モードにして。アダルトスキンモードだったのね、やっぱりあれ ADS の略って。もうびっくりさせちゃねえよ任天堂。そうならそうと言いなさいよ、もうツンデレね、ほんとたけしさんったら。さあ行きます、私の半端ねお尻プリプリモンスター、ガガー。え、あ、ボイーン。でかすぎだろあいつのケツ。あ、でも 8.6 とか4とか、全然飛ばないね。じゃあこのスキンはいかがですか、入手。これ勝手に課金させられてないよね。あなた違う、ティーバック欲しい私。バリケツでかくなったんだけど、ブリリアントとか言われてんだけど。さあこのケツで真ん中行きましょう。うるれ、これでどれだけ飛ぶかよ。バイーン。あれ 8.6 言うてなんだよね。さあ変なお姉さんゲットしました。いらねえなこいつ。これおっぱいでかくなるゲームねえかな。多分あいつもレジェンドでしょ。ほらレジェンドだこいつ。じゃないこれ。あ、思ってたんと違う。めちゃめちゃティーバッグ履いてるのかと思ったら、めちゃめちゃ普通の体型だ。あ、ブラジャーなだけか。つまんねえ。いいね、この姉ちゃんのケツもたまんないね。いや、私はやっぱティーバッグが一番好きなんだけどね、個人的には。個人的にはティーバッグ一番好きなんだけど、この姉ちゃんもいいね。いや、ちょ、私レジェンドスキンがあのガチャガチャあるから回したいんだよね。ちょ、ガチャガチャ回すからさ、ちょ、8000コイン一旦貯めるわ。8000コイン貯めたら、こんなもんすごいの来るよ、多分。普通にもティーバッグどころじゃない、多分生ケツの姉ちゃんとか出てくるから。うれ。とりあえずこれでね、一旦コイン集めていきたいと思います。さあ、皆さん、コインが8340万になったので、ガチャガチャが回せます。このね、レジェンドっていうのを回したら、多分生ケツ綺麗ね、お姉ちゃんが。あれ、8500だった。さあ、気を取り直して8700万になりましたので、このレジェンドを回していきたいと思います、ポチ。全くそそらないキャラ、
しかもこれフォートナイトのキャラクターだよね。ニンテンドー。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。ツイッター、インスタグラムもフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!